722官邸メール余命61号。705邸前余命61号再犯重罰化と事業猶予の未直視についてご意見、ご要望を要望。軽犯罪であっても再犯については同じ罪またはその他の刑法に再度違反し、裁判で有罪が確定した場合には罰金や刑期を加算もしくは数倍にする等の重罰化を図ることにより離犯罪発生率の低下を期待する。合わせて事業猶予の適用条件を厳格化が必要であり、会費をなりわいとする職業犯に致性力にすれば逮捕勲章であり、事業猶予金事無罪方面が実際の認識であると心得ていただきたい。快適化の進む刑務所についても本末転倒である現状を踏まえ、なぜ刑務所が必要であるのかルの火災検討を要望する。テーマ余命62号外国人による国内の土地、不動産の購入及び期間について、ご意見、ご要望例えば中国では70年間の使用権利を国から購入するのみで土地を購入することはできませんが日本では外国人でも日本国内の不動産や土地を購入することができます。相手から買えないものを日本の身が売り続けることは不公平であり、国益を損失しています。さらに、日本国内における土地、不動産を持っていれば、日本に帰化する際ハードルが格段に下がるそうです。1土地、不動産を持っているから帰化をしたためる右家庭を持っているから経営を経営する右外国人国人であるから住民税、法人税その他納税義務を日本人より軽くする。この3つは連鎖しており、日本人に対する差別であり、国力を低下させるに日本の国政、防衛に関わる重要地が見下ろせるような土地やその近辺地、水その他資源地を他国に抑えられることにより、一般の日本人でさえ知り得ないような機密密、本来日本人が享受するはずである資源が他国のものになり、日本の弱体化につながる。3日本人が得られるはずの土地。不動産を日本人以外に売ることによって日本人の手に行き届く土地、不動産を減少させ、不要な価格競争の上昇をもたらし国力を低下させる以上3つの理由により、外国人による日本国内の土地、不動産の購入にいかめしい規制をかけた上、犯罪行為その逮捕行為があればそのものの土地、不動産を国が召し上げることが都が可能となる法整備をされるようお願い申し上げます。テーマ余命63号日本人の誇りを取り戻すため昭和神宮を建設してほしいご意見、ご要望日本は今経済大国として平和、安全を享受しています。これは戦前の英霊たちが、500年以上続いた欧米の植民地支配に抵抗し、世界の有色人種を解放し、平和の世を築いた命を懸けて戦っていただいたことと、生涯日本を命を懸けて手守っていただいた昭和天皇のおかげです。英霊を祀る靖国神社を守っていくのは当たり前のことですが、昭和天皇を祀る神宮がありません。日本人が祀らなければ、誰が祀るというのでしょうか。武蔵野墓地の天皇逸は参拝できる日が決まっています。昭和の世代が生き残っている今、昭和天神宮を建設し日本の形を時代へ、日本人の視点点で戦前戦後を語っていく必要があると思います。そのために日本人や世界中の人々誰もが参拝できる昭和神宮の建設をしていただきたいと思います。テーマ余命64号自衛隊志願兵増加のために変更教育をする教師を通報する窓口を各地方の教育委員会に作ってほしいご意見、ご要望を今、日本は中国の侵略行為による危機にさらされています。そのような状態にあって国を守る自衛隊への志願が減っています。それは君平な教育がなされていないことも一因だと思います。日本を大切に思う学生の目をつむ、卑劣な偏った教師による教育という名の日本人への暴力が起こっています。参照愛国高校生の作文に、左翼教師が暴言コメント http://futahfuturdot.co.co.nift.com/blog/06/post-d97f.html 大分教職員組合による違法違反不通 http://ucoclog.blog129.fc2.com/blog-entry-1655.html将来の日本を背負って立つ子どもたちにこのような暴力を振るうとは、許せません。しかし子どもたちは、
誰に相談したらいいのでしょう。親や他の教師、周囲の友人にしても問題を解決するのに時間がかかると思います。そこでで、各地方の教育委員会に窓口だけでも偏った思想教育を行う学校の先生を教えてくださいくださいというものを作成し、気楽に学生が相談できるような体制設置をよろしくお願いいたしますたします。これは教育委員会のホームページにそういう窓口を設けるだけでもいいと思いますます。テーマ余命65号お金をドブにしゃてる日中緑化事業に反対する。ご意見、ご要望日中緑化事業に100億円の予算が割かれる予定と知りましたが、長年続くこの事業の甲斐なく、中国の環境と、そして何より反日感情は、悪化の一途をたどっております。さらに今年、ユネスコに捏造の歴史南京が中国により申請、登録されたことは、非常に腹立たしいことでありました。このような反日予算に日本から中国の援助未義緑化事業や ODA が流されたのではないでしょうか。本当に中国が緑化を望むならば、南シナ海や尖閣などに触手を伸ばすため軍拡した中国自身国自身の予算で行うべきだと思います。中国と友好を結ぶことはできない。ユネスコに捏造歴史を登録された日本人として、誇りをかけて追かけて反対します。テーマ余命66号日韓通貨スワップの再開や経済的援助等は絶対行わないことを断固要望防するご意見、ご要望。韓国は日本固有の領土である島根県の竹島を武力で占領し、日本国内で軍事訓練を行っている敵国である。ジアルごとに敵国韓国との通貨スワップ再開を発言する議員、政府高官や経済人がいる。このような人が出てこないように、竹島が韓国により武力占拠されていることを日本国民に周知徹底することを要望する。テーマ余命67号テロを支援する団体、および関連する団体と構成員のテロ指定と口座凍結を要望するご意見、ご要望テロリストを支援する団体と預金口座を共同で使用している組織とその構成員をテロ指定するとともに、ゆうちょ郵便口座以外の全預金の口座凍結を行いテロ撲滅を推進することをことを要望する。テーマ余命68号外国人による日本国の土地、不動産の売買に対する日本国の法整備は無防備である。早急に法制化を願います。中国、韓国による日本国の存続を強化すばく売買を規制せよ。ご意見、ご要望日本国内の土地。不動産の外国資本による爆買いは経済的活動を通り越して、今や侵略を受けている状態に相当する。これらを規制する法整備を早急に要望する。内容1、日本国の存亡に直接影響する。当初、山林、田畑、水源、交通の要衝、インフラら、防衛施設などの場所や建物、施設などは外国人と帰化人には売買禁止とし購入を許可化しない法整備を要望する。内容に外国人と外国人が日本人の名義を使って行う売買は、国の許認可制とする。外国人が売買可能な総枠を定めること。さらに、相手国との戦争、紛争、断交などの有事の際は日本国が没収すると明文化することをことを要望する。これらの法制化で、韓国人、中国人などによる日本国内の不動産物件、対馬、沢渡、温泉地、温泉旅館、ホテル、マンション、リゾート地、などなど、の買い占めという字の字に、外国人人に軍事拠点化されることを規制する法整備を早急に要望する。内容3、中国、韓国が国民総動員令を発令した時に日本国内で軍事拠点として利用させない内法整備を要望する。テーマ余命69号偽装残留孤児等の無資格生活保護受給者への医療費支給を中止してほしい。欲しいご意見、ご要望生活保護の受給者は医療扶助が適用されるため、自己負担無視で診療を受ける時ができき、通院費も支給される。2014年7月18日の判決で最高裁は生活保護法が保護の対象とする国民に外国人は含まれないとの判断を示した。したがって、在日外国人は医療扶助の対象外である。生活保護受給者の医療費は、国民健康保険に加入する同時病気の患者より高く、35、59歳で 1.7 倍である。
医療機関側が生活保護受給者に対し過剰な診療を行っている可能性性もあるが、医療機関内でも、一部の受給者が不必要な検査や薬の処方など様々な要求をするために良心的な医療従事者ほど疲弊しているのが現状である。生活保護費の総額は約4兆円であるが、そのうち医療費は 1.6 兆円を占めている。韓国、朝鮮籍世帯では、生活保護費保護率が 14.2% とも言われている。国内には、本当は生活保護保護を利用しなければならないほど困窮しているのに、我慢して申請していない老朽者が現状の2から3倍入ると言われる。生活保護法の理念に基づき、無資格外国人に対する医療扶助を廃止し、本当に扶助が必要な日本国民に行き渡るよう要望する。テーマ余命75韓国人に対するビザ免除の廃止についてご意見、ご要望韓国からの観光客などに対するビザ免除措置が恒久化されて久しい。その後、韓国からは不法滞在者や反社会的組織に属し犯罪を行う者等が多数入国してきておりており、犯罪率の増加も危惧される。平成25年の統計によれば不法滞在者数は韓国が群を抜いて多く、これはビザ免除が大きく影響している事は明らかである。先日靖国神社が爆破され、犯人は来日した韓国人によるものと分かった。今年に入ってから不法滞在者やノービザで入国した韓国人の犯罪が散見されるが、今後後も同様の措置を取り続ければ、凶悪犯罪を犯してから韓国へ帰国し、行方をくらましたまま真犯罪が迷宮入りするといった案件が増加する可能性が高い。韓国人へのビザ免除は速やかに廃止する事を怖く要望する。投稿費、2016年5月10日、2016年5月10日リンク作成者 PHC7960 にリンク。